砂場、泉屋店内。摂津名所杖砂場は、大阪を起源とする、蕎麦屋老舗の一つ。蕎麦屋の老舗としては、サラシナ、ヤブと合わせて三系列が並べられることが多い。名称の由来は、大阪城追記に際しての資材置き場の一つ、砂場によるものとされる。砂場の正確な創立年代は分かっておらず諸説ある。最も古い説では、 大阪城築城開始の翌年の1584年に、角国屋が創業としているが、この説については、食文化史から疑問が提示されている。1757年に出版された大阪新町再建の図見を尽くしの中に、角国屋と泉屋という2件の面点が見られる。泉屋については、1730年に出版された別文献にも、 伝統風景が掲載されており、遅くともこの年までに成立している。この2件について、場所名で呼ぶことが定着し、砂場の屋号が生まれたものと考えられている。1799年の、説明書図への大阪部四課の巻、新町系性格の項には、砂場泉屋の図があり、蕎麦切りとうどんの両方を提供しているように見える。 これらの店は現在存在しないが、大阪市西区新町二丁目の新町南公園に砂場発祥の石碑が建てられている。江戸への進出時期についても明確な記録はないが、1751年に出版されたそば全書に、夜弦、堀山とや大阪砂場そばの名称が、1781年から1789年に出版された江戸見物堂しるべに、 浅草黒船町角砂場蕎麦の名称がそれぞれ見られる。ただし、大阪の砂場との関係は明らかではない。江戸末期の1848年に出版された江戸名物主犯手引き層には6件の砂場が紹介されている。蕎麦屋の定番商品となっている天猿は1955年に室町砂場で開発されたものとされるが定かではない。南千住砂場、 1954年建築で、荒川区の文化財パノモ門大阪や砂場、1923年建築の木造2階建て江戸時代に、すでに存在していた砂場のうち、南千住砂場は2018年現在も営業中である。東京都荒川区の南千住、商店街、ジョイフルミノワの中にある。江戸時代に記録がある。 工事町7丁目砂場陶基地が移転して存続したもの。建物は1954年の木造建築で荒川区の文化財指定を受けている。なお、工事町7丁目砂場陶基地からは、幕末に室町砂場、明治初期に虎ノ門砂場が分岐している。内虎ノ門砂場の建物は、戦災を免れた1923年建築の木造3階建てのもの。 東京都港区の虎の門にて1839年から2017年まで営業していた。江戸時代に記録がある久保町砂場が移転して存続したもの。江戸時代からの砂場の系列店は1933年に砂場町営会を結成した。その後、神田田町系の砂場の系列店が大量に砂場町営会に入会し、1955年には 砂場会となった。また、1956年には、商標登録を行っている。大阪、情報の蕎麦江戸蕎麦の源流。生味共造。2013年2月24日閲覧。大阪、情報の蕎麦大阪の蕎麦。2013年2月24日閲覧。萩原長明。蕎麦ってのは生きにくうものですよ。フードラボ。 2014年5月19日閲覧、ありがとうございます。